ランドール・カリート・サイモンは、オランダ領アンティルのキュラソーと、ミレムスタット出身のプロ野球選手。2019年現在は、メキシカンリーグに所属するレオンブラボーズの打撃コーチを務めている。1992年にアトランタ・ブレーブスに入団した。1997年9月1日にメジャーデビューを果たした。1999年には90試合に出場し、 規定打席未満ながら打率3割台を記録する。2000年3月31日、ブレーブスを自由契約となる。フロリダ・マーリンズ、ニューヨーク・ヤンキースと2球団を移り渡ったが、この年はメジャーリーグでの出場はなかった。そして12月、デトロイト・タイガースと契約する。タイガースでは2001年、2002年と続けて3割以上の打率を残す。 特に2002年は、規定打席にも達し、主力選手として活躍したが、この年の12月、サイモンとエイドリアン・バーンサイド、ロベルト・ノーボーによる1対2のトレードで、ピッツバーグパイレーツに移籍。2003年7月9日、遠征先のミラーパークの名物、ソーセージレースの際に、サイモンは、出場者の女性を、バットでこづいて転倒させ、足に怪我を負わせた。試合後、 警察に逮捕され、432ドルの罰金を払うという事件を起こしている。また、同年8月17日、レーサドラーとのトレードでシカゴカブスに移籍。シーズンオフにカブスから解雇されるが、再びパイレーツと契約する。しかし迎えた2004年は、打率1割台と低迷。8月17日にパイレーツを自由契約となる。 翌日にタンパベーデビルレイズと契約するも結果を残せず、1ヶ月も満たないうちに解雇される。2005年は、かつての実績を評価された形でオリックスバファローズに入団。オリックスでは、主砲として期待が大きかったクリーフ・ブランボー、カリーム・ガルシアがシーズン序盤に成績を残せていなかった事情もあり、当初は4番打者として期待されるも、不審に終わる。 最終的に結果を残したブランボー・ガルシアが翌年もオリックスに残留したのに対しサイモンはチームを退団する。オリックス退団後はメキシカンリーグのティファナ・ポトロスに入団。2006年開幕前の3月にこの年から開催されることとなったワールドベースボールクラシックのオランダ代表に選出された。2009年開幕前の3月に開催された第2回。 WBC のオランダ代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。大会ではドミニカ共和国に2度勝利するバンクルワセを起こし2次ラウンドへ進出したチームのまとめ役となった。ありがとうございます。